本日の聖書箇所は口語訳新約聖書256ページになります。コリント人への第一の手紙第一章4節から5節。この聖書箇所よりパウロの祈りシリーズ5回目になります。すべてに恵まれる祈りと題しまして、高木博樹先生よりメッセージを取り継いでいただきます。コリント人への第一の手紙第一章4節から5節、司会者が代表して拝読いたします。私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みを思っていつも神に感謝している。あなた方はキリストにあってすべてのことに、すなわちすべての言葉にもすべての知識にも恵まれ。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、週の半ばの祈祷会、愛する神の家族のお一人一人とともに主の御前に心から賛美を捧げ、また取りなしの祈りを、またご自身の祈りを携えながら、多くこのところに主が導いてくださったことありがとうございます。どうぞ主の御臨在の中で主の御言葉が開かれ、お一人お一人に今日でなければならない主の御言葉が語られますことを信じます。初めから終わりまで主の御臨在の中で祝福に満ちた、霊に満ちた祈祷会となりますことを信じて感謝いたします。病に伏している方がおられましたら、主の御手をもって癒し強めてください。また YouTube を通してご一緒に祈祷会を捧げる方、また CD、DVD を通してご一緒できる方、お一人お一人とともに捧げる祈祷会が、神の御業と栄光が豊かにあられますことを信じます。すべてを最善にしてくださる主が共におられることを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。ようこそお越しくださいました。福島に UFO ふれあい記念館っていうのがですね、あります。そこの初代館長は木下嗣夫さん、この教会の教会員でですねいらっしゃるんですけども、彼とですねよく話をすると盛り上がるんですね。何に盛り上がるかっていうと、ある著者の本をお互いにこう読んでたりするんですよ。でその著者の非常にファンだったりして、その本のことでいつもこう意見を交わしながらというかですね、交わりをしながら、ともどもにそのことをですね分かち合っている、そんな時がございました。そしたらある時ですね、その木下さんがこう言うんですね。感謝して生きることの大切さ、感謝して生きることの大切さっていうのはどういうことかみたいな話になりまして、木下さんがこう言うんですよ。人に迷惑をかけたくないと意気込むより、迷惑をかけながらしか生きれない、その自分自身である、ゆえに周りの人や周りのすべてに感謝して生きる、そう言ったんですね。もう一回読みますね。感謝して生きることの大切さということはどういうことなのか。それは人に迷惑をかけたくないと意気込むより、迷惑をかけながら生きていくしかない、そんな自分であり、周りの人に全て、周りの人に全ての人に、いや周りの全てに感謝して生きる、そう言ったんですね。非常にこう心にこう響く言葉として、今でもこうメモをしてですね、それは取ってあって、今日皆さんにシェアしたんですけども、なるほど、感謝して生きる、すべてに恵まれる祈りの秘訣は感謝なの、そのことを今日の聖書の箇所からご一緒に分かち合っていきたいと思います。もう一度今日の聖書の箇所をお読みさせていただきたいと思います。コリント人への第一の手紙の第一章の4節から5節。私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みと思っていつも感謝している。あなた方はキリストにあってすべてのこと、すなわちすべての言葉にもすべての知識にも恵まれとあります。今日はここからご一緒にですね、3つのことをご一緒したいと思うんですけども、まず第一に、すべては感謝から始まるということです。このコリント人への手紙はパウロが宣教し
第2回目の伝道旅行の時にコリント、つまり今のギリシャに1年間滞在して、そこで福音を述べ伝えてきました。その結果としてコリントの教会がそこに誕生していったというわけですね。その教会が誕生していったその中にあって、多くの方がですね、キリストを信じ、そのキリストの群れに加わっていったわけです。そうしていったところにですね、いろんなこう文化的な背景、さまざまなことがありまして、さまざまな混乱が生じました。それは人間関係の、トラブルといったらいいでしょうか、課題が、人が集まるところには意見が違う、考え方が違う、生まれ育ちが違う、そういう中でコミュニケーションがなかなかうまくいかなかったり、お互いの価値観をお互いが認められない、人間って自分が中心ですから、自分自身が正しいというふうに思ってですね、それを通してしまうことにおける混乱という、そういう状況が起きていたという現実がありました。また宗教的な背景の中にあって異教の神様を信じていた、そのことによってですね、道徳的な混乱も生じていたと、その問題も、不道徳という問題もそこにあったというわけです。しかしそのパウロはこのコリントの教会の人々に対する、こういうふうに呼んでるんですね。コリントの教会とは呼ばずに神の教会というふうに言ってるんですね。それはどうしてかと言いますと、パウロはそのコリントの人々に対し、クリスチャンに対して、キリストイエスにあって清められた聖徒として召されたあなた方へと手紙の最初に書き出しているわけです。キリストイエスにあって清められた聖徒として召されたあなた、もうすでにあなた方は召されて清められている、そういうあなた方なので、あなた方がそこに所属しているのは神の教会なんだ、もちろんコリントという地域の、教会なんですけども、神の教会としてそこに立ち上げられている。パウロ自身が自らを使徒というふうに言っていってもいいんですけども、彼自身はこう言ってるんですね。自分自身が自ら使徒になったのではなくて、神の御心によって使徒とされたってあります。神のご計画、神様のお心、意思によって自分は使徒となったんだ、自分から進んで私は使徒になりますっていうふうに宣言してなったわけではなくて、神様がそのようにさせてくださったっていうところですね。そういう中でですね、霊的混乱が生じていたそのコリントのクリスチャンの方々に対して、霊的な一致、イエス・キリストを通して得た恵みを、つい忘れがちになってしまったり、その恵みから漏れてしまって、気がついたらもういただいてたんだけどまだ足りない、もっともっとみたいになってですね、不平不満が生じる状況にこうなっていたところに、もう一度原点にこう立ち返っていくということをですね、このパウロはお伝えしたわけです。その意味でパウロは自らが宣教し、そこに教会をこう立ち上げていって、そこに集った方々に対する思いをいつも何で示してたかというと、祈りですよ。感謝の祈りから絶えず始まっていったということです。神様に対する感謝、そしてそのコリントのクリスチャンたちに対する思い、その思いを持って絶えず感謝の祈りを下げていた。パウロの宣教を通して実を結んでキリストを信じ、言葉においても知識においても豊かなものとされていったわけです。そのパウロはその祈りを感謝を持って捧げ続けていたということです。コリントのクリスチャンの方々に対して祈り続けていた、感謝を持って、神様に、全ては神様がしてくださったことなんだ、いや、もっと言えば全ては神様の恵みの中にあるんだということをパウロは言っていたわけです。パウロは人間ですからね、人間には神様、喜怒哀楽という感情をね、兼ね備えてくださいましたよね。しかしそれが絶対的なものではない、神様がお作りになったんですけども、人間の感情というのは絶対的なものではないんだと、その人間を超えたその世界、それを信仰の世界と言います、その世界に目を向けていく、
永遠の世界に目を向けていくっていうことの大切さ、それを身をもってパウロ自身が体験してきたということです。もうこの神様しか信頼できる方、唯一誠の神様しかいないというところに確信を持っていたわけですね。パウロ自身の生涯を見ますと、山は山あり谷ありって言葉があります。また人間で言えば、老病死苦、ね、老病死苦、ね、年を重ねていく、そして、病気、そして死の問題、そして苦しみの問題、まあ、そういう人間にはもうね、自分で解決できないところにある問題も数多くありますよと。しかし永遠の世界に目を向けていくことによって必ず解決があるとの確信をパウロは持ったわけです。それはどうしてかというと、パウロの使命はキリストの十字架と復活、このことを述べ伝えていくことが使命だった。自らがイエス・キリストと出会って、そして復活の人生を遂げていく。自分自身がキリストを迫害してたものであったにもかかわらず、そのキリストが私を一方的に愛してくださった、その恵みを自らが体験した、この体験はもう語らずに折れない。そのパウロの神様から与えられたところのミッションによって、それが教会を立ち上げていく原動力にもなり、またパウロの信仰の原点でもあったというわけです。イエス・キリストの十字架と復活がパウロの信仰の原点です。何度も何度も十字架に立ち返り、そして人々を罪からの救い、そのことを伝えていったわけです。イエス・キリストの十字架こそが知恵の凝縮であるというわけです。それを示しているのは、コリント人への第一の手紙をお開きいただきますと、この一節から九節のまでの間にですね、イエス・キリスト、キリストという言葉が12回出てきてるんです。一節から九節のまでの間に12回カウントしていただくと分かると思うんですが、パウロはイエス・キリストにより深い交わりを持つということの大切さを実感して、イエス・キリストとの交わりに招き入れられたということを自らがしっかりと受け止めていたわけです。神様の恵みをゆえに感謝をしているということです。いかに感謝することが大切かということを初めにパウロは伝えたわけです。ある方がですね、こういうことを言いました。家に泥棒が入った、ね、そういう経験をしたっていうんですね。そしてその泥棒に何を盗まれたと思いますか。やはり金目のものが盗まれる。そうですよね。お金が盗まれるんではなくて、宝石だけが盗まれたって言うんですね。その彼女はこう言いました。今日は感謝の日だ。言えますか。何も盗まれなかったら言えるかもしれないなんて思いますけども、今日は感謝の日だ、強盗に入られたのが初めてだから、そう言うんですね。そして何よりも守られたことに感謝します。宝石は盗まれましたが、お金は盗まれなかったことに感謝します。命は奪われなかったことに感謝します。宝石は盗まれましたが、盗まれることができない天国が私の中にあることに感謝します。最後に自分が強盗をしたのではなく、強盗に遭ったことに感謝します。感謝できることに感謝するのは当たり前かもしれませんね。しかし状況が変わる、今まで恵みが本当に恵まれてたって思ってた瞬間、一変ですね、暗転してしまう、ね、ステージ上でですね、こうスポットライトがバーッとこう当たってですね、それが一瞬真っ暗になるという状況を人生でも体験するんじゃないかと思うんですね。その時は感謝じゃなくて不平不満、なんでこんなことが、どうして
神様いるならというふうに神様の前に嘆くのが普通ですよね。感謝できることを感謝するのは当然。しかしそのような状況に置かれても感謝することができる、その感謝こそが本物の感謝である。その本物の感謝をパウロはこのコリントのクリスチャンの皆さんに伝えたかったということです。どのような状況にあったとしても感謝し続けていく。ピリピ人への手紙というピリピの人たちに書いた手紙の喜びの書簡と言われてますよね。その中にあってどんな状況にあっても喜ぶことなんだということを強調している手紙でもありますよね。感謝、何があったとしてもそれを感謝として受け止めていくことは神様との深い交わり以外、それは祈りしかないんだって言うんですよ。祈りを通して自分自身では感謝できない、自分の感情では思いではできない私である。がゆえに神様との関係の中にあって、その関係から来るところの命、力を通して感謝することができる力が与えられていくということです。テサロニケ人への第一の手紙の5章の16節から18節の中で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるとあります。神様が求めておられるのは状況や人が問題じゃないんだ。どのような状況の中にあっても感謝を忘れることなく感謝し続けていく。またピリピ人への手紙の4章の6節には、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいあります。以前ですね、東京にいましたときにいろんな集会にね出させていただきました。これも非常に印象的だったんですけども、マーリン・キャロラーズ先生というですね、先生がおります。その先生は賛美の力という本をですねお書きになっている先生です。その先生が日本に来日したときに集会に出させていただいてですね、大変恵まれました。その一番の恵みは、さまざまな聖書の箇所を引用してくださったんですが、何をその集会で一言で得た恵みかというと、先生がこう言ったんですね。感謝ということについてねお話しくださったんですけども、何事につけても感謝を込めて祈る、何事につけても感謝を込めて祈るというのは非常に心に残ったんですね。そして感謝に理由はいらないって言ったんですよ。感謝に理由はいらない、理由、こういう理由があって感謝するんだ、こういう理由があって感謝するんだじゃなくて、理由はいらないって言った。非常に衝撃的な言葉でした。なぜなら神は神を愛する者たち、神のご計画に従って召された者たちと共に働き、万事を益としてくださることを私たちは知っているとあります。すべては神様のご計画の中で起きていることだからって言うんですよ。すべては神様のご計画の中で起きていることなんだ、自分の計画じゃなくて、すべては神様のご計画、その中で起きていることであるということです。すべては感謝から始まる。これが第一のポイントです。第二のポイントは、すべての言葉、すべての知識が与えられる。恵みをもって、すべての知識、すべての言葉、それらが与えられるということです。マザー・テレサは、さまざまな言葉を残していかれました。非常に印象的な言葉に、このような言葉をお聞きになったことがあるんじゃないでしょうか。思考に気をつけなさい、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから、言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから、行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから、性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。これを応用していろんな方がですね使っていらっしゃいますけども、マザー・テレサが言ったこれは原版ですね。
つまり考え方、どういうふうに考えるか、それに気をつけるっていうことですね。それが言葉になる。つまり考え方次第でその考えたことが言葉に現れますよ。じゃあ考えに影響を与えるのは何ですか。言葉ですよね。言葉の影響って大きいです。その言葉においても何の言葉に触れるのか、生きた神の言葉に私たちが触れ続けていく、そこから影響を与え続けていくことによって私たちの人生が変えられていくということを体験していくことができるということです。ヨハネによる福音書の一章の一節、はじめに言葉があったって記してあります。言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。3節までお読みしますと、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったとあります。はじめに言葉がある。私たち一人一人いろんな言葉をですね、私たちに影響を受けて、同じ影響を受けるんであれば、良き言葉を私たちしっかりとですね、影響を受け続けていく。パウロの語る一言一言は、手紙を見てもお分かりのように、そこから何が伝わってくるんですか。そこに書いてある手紙から、特にコリント人への第一の手紙は、一言で言うと、神様の愛がそこに言葉知っているということです。コリント人への第一の手紙の13章、ね、結婚式では必ずそこが、ね、読まれる箇所でもありますが、13節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛だと、その中で最も大切なのは愛だって言っています。その愛は神様の愛だということですよ。まさにパウロはなぜこのコリントの人たちに対して、クリスチャンの人たちに対してこの手紙を書いたのか、キリストの愛を、そしてキリストを信じる信仰、そしてどんな状況にあっても失望に終わることのない希望を持って生きていくことの大切さをお伝えしたわけです。またガラテヤ人への手紙の中で2章の20節に、パウロが語る言葉がなぜ命言葉なのか、こうパウロは言っています。生きているのはもはや私じゃないんだ、キリストが私のうちに生きている、私が今肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた御子を信じる信仰によって生きているってあります。自分が生きているんじゃない、キリストが我がうちに生きておられる、そのキリストを通して語る言葉、キリストが私を通して語ってくださっている言葉をお伝えしているから、そこに命を感じるわけです。そしてその命に触れた方たちはまた信仰がリバイブしていくわけですよ。復活へと導かれていく、ずれた方向に行ってもそこからずれから立ち直ってくることができるように変えられていくということです。聖書は一貫性がありますね。66巻から成り立ってますね。しかも1500年以上渡り、3つの言語で、しかも40人以上の著者によって書かれたものです。その内容は終始一貫しているとありますよね。また歴史的事実に基づいて書かれているとありますね。何よりも聖書の言葉一言一言は人の人生を変えていく力があるということです。人の人生が変えていく、変えられていく。人が人を変えることはできませんよね。自分も自分を変わることができない。努力を頑張ってしたとしても、一部は変えられるかもしれませんけれども、根底から作り変えられていくというのは、神の御言葉以外ないんですよ。私たち一人一人が作り変えられると言ったらいいでしょうか。本来の私たち一人一人が神の作品として、もうひとたびその作品であることの自覚に目が開かれてくると言ったらいいでしょうか。
もともと神の作品として作られたんですけども、気がつくといろんな人からの影響、環境の影響、さまざまな影響を私たちは受ける。一番影響を与えているのは何でしょうね。環境ですか、時代の影響ですか、親からの影響ですか。一番の影響は自分ですよ。自分が自分に与えている影響って大きいんですよね。普段喋ってる言葉、普段語ってる言葉は人に語ってるんじゃなくて、自分自身に全部語ってるということですよ。しかし好むと好まざるに関わらず、受けてきてしまったものは変えられないですよね。親からの言葉とかね、言われた言葉、それによって傷ついてることもたくさんあるかもしれない。それは変えられないですよ。受け入れるしかない。だけど受け入れる力がない。その力はどこから来るんですか。パウロはこう言ってます。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かである、しかし救いに預かる私たちには神の力である、ってそう言ってます。イエス・キリストの言葉を信じる者にとってはそれは力なんですよ。その力は何ですか。受け止めていくことができる力ってことです。自分ではだって受け止められないじゃないですか。努力して頑張ってもどうにもならないことじゃないですか。もう過去起きてしまったことなんだから、過去を変えることできないですよね。受け入れるしかない。だけど受け入れる力不足なんですよ。その不足をじゃあどこで補ってくださる。神様がそうしてくださる。それは十字架の言葉です。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださって、命をかけて私たちを救いに導いてくださったがゆえに、その言葉に力があるということですよ。十字架で7つの言葉を語りましたよね。最後語った言葉はテテレスタイ、完了っていうことですよ。もうすべて十字架で完了しましたから、ね、パウロがコリントのクリスチャンの人たちに、あなた方はすでに清められている、聖徒だって、聖なる、ね、人たちであるっていうふうに、いやそうは言っても汚れがあるな、そうは言ってもね、あんなひどいこと言ったじゃない、あんなひどいことしたじゃないっていうふうに思っていても、そうしっかりと見ておられるということです。そこに私たちが立ち返ることができたときには、その言葉がさらに私たちを生き返らせる力あるものに変えられるということです。米沢で、ジェラードのお店をしている小島さんってね、いらっしゃいますが、今からそうですね5年前でしょうか、ナセバで星野富弘滋賀展というのを開催させてきました。延べ3800名近くの方がご来場いただいてですね、ご覧になりました。皆さん感動して、原画を見てね、感動しました。そしてその後、星野富弘美術家を囲む会という会に入り、その今支部長としてですね、働きをしてくださっております。じゃあどういう働きをしていったらいいんだっていうことになった時に、お店をされておられますので、そのお店でお客様が座る席がありますね。そこの席のところに、星野さんのカレンダーがあるじゃないですか、ね、ご許可をいただいて、それをですねこう壁に掲げて、そこのね、今では四季折々、今は秋バージョンになっております。星野富弘ミニ滋賀展という形で、お店に来られるお客様にそれを見ていただいて、少しでも心がね和んでいただく、そのことを通して少しでも神様を知る機会となっていったらというですね、思いでそれが始められております。その星野富弘さんがいろんなところでねお話をされる、その中で必ずおっしゃる、ね、ことと、必ずその多くの方々が一番、心に感動を覚える詩がある。その詩が命よりも大切なものという詩が、皆さんもご覧になったりね、その詩が大変お好きな方もいらっしゃるんじゃないかと思います。命よりも大切なもの、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。そうあるんですね。で、いろんなところで聞かれるそうです。命よりも大切なものって何ですか？という質問が必ずあるそうなんですね。
それに対して星野さんは必ず答えています。命よりも大切なもの、それはすべてこのバイブルの中にあります。私も命よりも大切なものをこのバイブルの中で見つけ出した一人ですからって必ずおっしゃるそうです。命の言葉に出会って私は変えられました。その命をこのバイブルを通して、聖書の言葉によって今今日私があるんです。神の言葉、それはまさにキリストそのものである。キリスト、それは神の言葉そのものである。まさに全ての言葉において、そして全ての知識、その知識ということにおいても必要な情報ってことがある意味では知識、情報を知ることが知識というふうに言われますね。しかし必要な情報と必要じゃない情報、それを見分ける目を持つことである。いや、見分けるためのセンスを持つことである。そのセンスとは一体何か、仰ぐセンスじゃないですよ。見分けるためのセンス、それは知恵だと言うんです。その知恵どっから来るんですか。その知恵を上から求めなさいってありますよ。聖書は天来の知恵を神様から求めていく、ね、まさに知恵、それはただ単に知っているだけでなくて、それを実践して知恵になるとよく言われますね。神様はすべてのことをご存知、そして何を最善かということもご存知。今この時にこの状況に何が必要なのか、何をどうしたらいいのか、知恵を神様に求めていく。必ず神様は与えてくださる方だということです。聖書では箴言となります。箴言の一章の七節、主を恐れることは知恵の始まり、元は知識の始まりって書いてあります。つまり主を恐れる、これ箴言全体のテーマって言われています。神様の恵みと愛の信頼ということです。神様への恵みと愛の信頼、神様の愛を自らが体験することによって神様に従っていきたいという思いが起こされてくるということです。つまり神様を第一として人生を生きていくことが、いかに誠の知恵を、霊的知恵の探求ということになります。それが主を恐れることは知恵の始まりである、知識の始まりであるということです。しかし神様の知る知識とは永遠なる、ね、思いでありますから、私たちの思いをはるかに超えてますから理解しがたいんですよ。じゃあどうする。聖霊様がちゃんと助けてくださる。心配することない。自分で何とかすることじゃないんですよ。聖霊様の助けを借りていくと聖書の真理が開かれてくる。このことは一体何を言ってるんだろう。今この状況のこの私に対して神様何を伝えたいと願っておられるんだろう。神の御心を知る知識なんですよ。それが与えられていくということです。それは神様の救いの救いとその御業、神の恵みの恵みにおいてイエス・キリストご自身を知る知識、神に喜ばれる歩み、神様にふさわしい歩みはまさに信仰の実であるということです。神を人格的に知ることはまさに知識の実であると言われるわけです。どのような状況にあっても神様はすべての言葉、そしてすべての知識を与えてくださる主である。それが第二のポイントです。第三のポイントは今を恵みの時として生きるということです。神様の恵み、その恵みという言葉そのものは160回聖書で使われています。160回以上ですね。新約聖書その中で128回恵みという言葉が出てきます。神様の思い、それはまさに一方的な神様の愛という形、
それは恵みという形で私たちに与えられていくということです。愛が上に向けられることを礼拝と言います。横に向けられる、それは愛情です。下に神様の愛が向けられていくことを恵みと言います。上に向けられていく、それを神様を礼拝するということです。横にそれが向けられていく、それは互いに愛し合うということです。そしてそれが下に向けられていく、神様の愛が下に流れていく、まさにそれは恵みということです。恵みを受けるために努力する必要はない。じゃあ何もしなくていいのか。何もしなくていいんですよ。何かしないとなって思いがちですよね。またはそうやって思って何かすることによって代価と報酬ではないんですけども得てくる。じゃあ仮に何かをするとしたらどうでしょう。何もしないでその降り注ぐ恵みをただ流していくんじゃなくて、それをしっかりと受けていく。受けていくときに差し上げますよって言ったことに対して一言ですよ。ありがとうございます、それだけ。受けたら何かしなきゃいけないんですかっていうことはないんですよ。だけどそう思いがちですよね。そんなただで全てを受けるなんて考えられない。神様のなさることというのは私たちに考えられないことが起きているわけですよ。いや、考えられないことが起こされている私たちの人生にということです。それをこういただくことによって何が起きるんです。心の中にね、さまざまな思い煩い、不安、恐れ、いろいろ感情がありますね。それをいただくことによって起きるのは、変わることのない平安が訪れるということです。それが訪れてないとしたら、まだじゃあ十分に受けきってないから、それをどうぞどうぞっていう神様からいっぱい受けることですよね。恵みを、無尽蔵ですよ。恵みによる祝福、まさに神様からの無条件の愛。そして恵みは賜物を授かる。恵みを通して私たちが修正されていくチャンスが与えられる。恵みは神様の愛による救いなんだ。的外れの人生をしていた、その生き方から軌道修正をしてくださる。そこまで私たち一人一人をイエス様は大切に思ってくださるお方であるということです。聖書の中にブドウ園の労働者の話ってありますね。例えの話が、マタイによる福音書の20章1節から16節まで記されているところですね。新約聖書の31ページにその箇所があるんですけども、ダイジェストで申し上げますとこういうことですね。一言で言うと、神の国についてここは記しているところですね。ブドウの収穫期、今このね、米沢界隈もブドウがたくさん出回って、ちょっとね、もう収穫期は過ぎたかと思うんですけども、収穫の真っ最中といったでしょうか、最盛期、忙しい時にですね、ブドウ園のオーナーがそのブドウを収穫するためにね、必要な人たちをこうね、雇い入れるため大きなこう広場に、町の広場に行くわけですね。そうするとそこにはいろんな、ね、人たちがいらっしゃって、朝早く行って声をかける。そして雇用されてそこに招き入れられてですね、仕事をもらう。9時にまた行く。そしたらまだそこに人がいる。仕事をね、必要とされる人たちがいて、またそこにブドウ園に行く。次は12時に行く、そこにまた昼間の暑い時でしょう、まだ人がいる。そして3時、そしてそこでまた雇われる。そして最後ですね、もう夕方になりまして5時にいらっしゃる方たちがいたと。その方たちもこれからブドウ園に行きなさいって言って、そこに6時までのね、朝の8時からとすると8時間労働でしょうかね、そこに行って仕事に与えられていくということなんですね。でその仕事に対する報酬、仕事が終わりましたらもらうようになるわけですね。その時にオーナーが朝から働いた人たちからこう差し上げていくんではなくて、5時から雇い入れられた人たちに報酬が与えられていく、
その報酬は1日1デナリ、ね、まあ、1デナリの報酬、まあ、今でいうところの1万円でしょうか、ね、それを報酬としてこうねもらっていくわけです。で、5時から来た人は1時間しか働かないんですけども1万円もらって、で次は3時の人、そして12時の人、9時の人、最後朝から来た人に1万円もらうわけですよ。そして朝から来た人は不平不満を言うわけですよ。私たち朝早くから、ね、もう12時間ぐらい働いたのになぜ1万円なんですか、わけわかんない、ひどいじゃないですか、というふうに言った時に、そのブドウ園のオーナーは、私がしたいようにするのは当然なんだと、ね、払いたい分だけ私は払ってるんだと、私がそう気前がいいからあなたたちは妬んでるのかみたいなことを言うわけですよね。まあ、ここで何を この例えの話の中でね言いたいか、5時から来た人、ね、ある意味では体がね健康な人、ね、この人たちを雇うといいだろうなって人たちは早く雇われていったかもしれない。しかし5時から雇われた人たちはなかなかね、体も弱かったかもしれない、ね、意欲があんまりなかったかもしれない。しかし5時からでもブドウ園に行きなさいと言って行った方々ですよね。主人は、そのオーナーはですよ、声をかけて招き入れてくださったわけです。一日そこに立っていてお腹が空いてもう終わってしまうかもしれない一日が、自分の人生振り返った時に期待していなかったことが起きる。9時からの人は真面目に生きてきたかもしれない。しかし5時からの人、もう自分の人生に希望を失い、生きる望みを失ってしまった。自分に自信がなく、自分の価値を見出すことができなかった人へのオーナーの呼びかけでもあったというわけです。つまり神様は私たち一人一人にどのような状況の中にあっても呼びかけてくださっているということです。労働時間の長さ、報酬の多さ、それに関わらず私たち一人一人を大切な存在として見てくださっているということです。代価と報酬という法則がありますね。報酬は行いの代価として与えられるもの。マザー・テレサが愛は、愛の反対は憎しみではなく無関心だと言いました。恵みの反対は何でしょう。報いですよ。日本の文化は報いの文化と言ってます。努力して頑張れば報われる。しかし、このパウロが与えるところの恵みは、まさに何もしないで一方的に与えられるところの恵みであるということです。それはどうしたらわかるんでしょう。神と共に歩むってありますね。しかし神様が私たちと共に歩んでくださっているということが分かった瞬間に、この恵みがよく理解できるということです。この物語、よくいろんな方が言いますよね。なんでこんな状況、常識的に考えてもおかしい、なかなか理解できない。しかしその方ご自身がさまざまな試練や困難、そういうところを通って来られた、そのことを通して自分自身が9時からいや、その前から働いてたものかと思ってたけども、実は5時から招き入れられたものなんだということが分かってくる。それは神様が共に自分と歩んでくださってきたんだな、自分が歩んできたんじゃなくて神様が私と共に、神様がですよ、私と共に歩んでくださったということです。横浜に寿町というところがあります。そこでですね、ある伝道者がホームレスの伝道に使命を与えられました。そこにいらっしゃるそのホームレスの人たち、あの聖書にはラザロという人物が出てきます。ラザロはおできができてた。そのおできを犬が舐めるような状況、中に誰も寄りつかないような状況の中にあった。そのラザロが
イエス・キリストを通して復活されていく、一度死んだような状況でした。このホームレスの方たちも、もう人生に絶望し、もう自分のいる場所もない、そういう状況でした。その彼らがイエス・キリストを信じて伝道集団に変えられていった。それをミッション・ラサロというふうな働きをされているわけです。彼らが証しをします。証しをした時に、ハレルヤ、主を感謝します、その一言の言っただけで人々が感動する。それはまさにイエス・キリストにある恵みを彼らは十二分に実体として実感しているということなんです。その言葉の中に恵みの実体があるという。イエス・キリストが私をよみがえらせ、そして私が人生を生きてきたんじゃない、キリストが私と共に歩んでくださった、その人生、まさにそれが恵みそのものであるということを彼らは実感していくわけです。私たち一人一人も、すべては神様の恵みである、そのことを心に留めて、そしてパウロがコリントのクリスチャンのために感謝を持って、そして祈り続けていくことを通して、すべての知識、すべての言葉、そして何よりもすべては神様によって与えられたものであるということを実感し、祈り続けました。私たちも今晩、主の御前に心を注ぎ出し、感謝を持って、すべてを神様が私たちに注いでくださっている恵みを受け止めて、今晩も祈ってまいりましょう。お祈りします。私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みをもって、いつも神様に感謝している。あなた方はキリストにあって、すべてのことに、すなわちすべての言葉にも、すべての知識にも恵まれ、キリストのための証があなた方のうちに確かなものとされ、こうしてあなた方は恵みの賜物にいささかも欠けることがなく、私たちの主イエスキリストの現れるのを待ち望んでいる。しばらく主の御前に応答の祈りを捧げてまいりましょう。